味の変わる不思議なサプリがもう立つせないぐらい。え、ちょっと待って、デスソース、サドンデスソース、デスソース、サドンデスソース。ジェンダーレスエイジレス、体ボンレス、グラリオサ男です。バイザイマー。今回も、企画の方に行きたいんですけども、ここのところまことかっていうような罰ゲーム的なやつとかやってるんで、ここのところそういうのが多いんで嫌だなと思ってんですけど、男友達が成功するよっていう、ちょっとだったらやってみようかなと思って、要はそのなんか悪い感じに、まずい感じとか臭い感じにじゃなくてっていう企画になります。紹介したいのがこちら、味の変わる不思議なサプリ。これを舐めてるだけで味が、味覚が変わっちゃうっていうやつらしいんですよ。もう賞味期限なんて2021年7月まで、結構持ちます。パそんなこと誠にあんのかね、その味変わるっていうシステム、謎よね。2粒いきたいと思います。なんかこう絵で描く時の人間の肌の色、もう口の中で転がしとけ。味自体は美味しいです。ちょっと甘みのある、噛まずに舐めてお召し上がりくださいってなってから、まず一つの難関としては噛まずにいけるかという、噛まずにみたいなやつ大体噛む、もう噛みたいです、もう噛みたい、噛みたいという意識がすごい、ああ噛みたい。最初はコーティングされてる部分はちょっと甘いんだけど、そっからはだん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 こう溶けてくると、ちょっと苦みを帯びてくるね、今苦い状態、あと噛みたい。もうなくなるよ。もういいんじゃない、ここまで来たら噛んでいいんじゃない、もうこんななってこんな。いくね、噛むね。へい、噛めたな。はい、ということで舐め終わりましたので、行ってみたいと思います。いや、偽り鼻手感強い。ちゃんとしますから、ちゃんとリアクションしますから。この味の変わる不思議なサプリがもう立つせないぐらい、何にも変わってねえなお前って、おいお前あん時のままだなって、まずはこちらレモン。得意じゃないです、スーってな、なんなら一番酸っぱいものが苦手なのかもしれないぐらい。これをこのサプリでいっちゃいますよ、レモン。けんな、多少なりともそれなりに酸味はあるんですけど、その当初のレモンのあの凄まじいほどの酸っぱさではない、最後にちょっと酸っぱってぐらいの、なんか甘みある感じになる、酸味、酸っぱさはいけるわ。続いてピーマン、あんまり得意ではない、苦味いってみます。いきますね。
いけんな。の飲みに近いというかないよ。苦味がこれちびっこいいんじゃないのかな。見てください、これボブスレーみたいな。苦味には勝ちます。甘み、練乳、こう見えて練乳大好き。どうなるんだろう、その甘みはもう消えちゃうのかな。むしろなんか酸っぱってなったりするのかな。なんでこのさ、あの森永ミルクの練乳リアルだし、ちょっと可愛らしい漫画のキャラクターみたいになれんのに、しっかりとした牛を描いてんのよね。言ってみんね。ちょっと待って、甘み薄っ。あれなんか下の真ん中部分に置いたら甘さみたいなのなくて、後ほどあの甘みが来る、その置いた瞬間はなんかこう無味に近い、なんか不思議。でもその後にちゃんと甘みが来る。続いてじゃあこれ、以前登場したデスソース、サドンデスソース、デスソース、サドンデスソース、いける気する。なんかあもうある程度信用しちゃってるわ。随分とあの助けていただきましたっていうってことはいけんじゃない。サドンデス、もうそのもう思い出した。本当牛乳はサドンデス行くんです。主肉塗ったぐらいの感じになっちゃってるけど、よし、信頼が厚い。いきます。かわあっ、かわいいよ。おい、何も買ってねえな。おい、あお前そのままじゃないか。あのお前何にも買ってないよ。おい、注意したろ。うわ、なんかヨーグルトの味が変。